こんにちは。ウィンザーラケットショップ渋谷店、笠原と申します。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日も笠原さんとお届けするということは、はい、シューズということになるんですけども、はい、本日、皆様にご覧いただくコンテンツはですね、ねほりはほりといいまして、商品の、メーカー様が発表されている以外のことをね、笠原さんならではの視線で、はい、突っ込んでいただいて、魅力をさらにお伝えしようとするコンテンツでございます。今日取り上げるブランド、そして商品をご紹介いただけますか。はい、皆さんも待ちに臨んでますアシックスから発売される、まず、ゲルレゾリューションの9、はい、と、コート FF3 になります。3ですね、はいはい。で、こちらをねほりはほりということでお伝えしていくんですけども、ゲストを、はい、ご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、アシックスからお越しいただいてます、シューズ企画の、桂さんになります。はい、こんにちは。アシックスジャパンでテニスの担当しております桂と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。まずゲルレゾリューションの、9と、はい、コート FF3 ですね、はいはい、前作との違いを分かりやすく、はい、僕もシューズで初めて、はい、初めてですね、はい、よくなぜそこが延期になったか、すごく前に出てた6のモデルに似てるなっていうのがあって、もうまずくなりました。はい、お腹いっぱいですか。お腹いっぱいになりました、はい、もういっぱいですか、はい、では、ねほりはほり、アシックスさんバージョンということでやっていきますが、すごく嬉しそうです。あ、そうです、はい、はい、で、その前にルールをご説明しなきゃいけないんですが、はい、今日笠原さん初めてということで、はい、我々いろいろねほりはほりさせていただきます、はい、ただどうしてもやっぱり企業的にですね、お答えすべきでないこともあると思います。そんな場合にこれをご用意しておりまして、これをこの番組中2回だけご使用できるということになります、はいはい、ただ今まで使った方は1人もおられませんが、はい、お渡ししておりますので、はい、しっかり大事に持っておいていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ねほりはほり、恒例の最初の一つ目ということで、はい、これなんですけど、はい、これごめんなさいね、はい、これをまずやっていただくということで、桂さんの方から、はいはい、まず最初にアシックスブランドとしての、PR を、こちらのカメラで20秒でお願いしたいと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ、タイムキーパーもいますんで、ピピピとなるまでは喋っていただいて構いませんので、はい、はい、では行きましょう。お願いします。はい、アシックスのテニスブランドとしましては、プレイヤーの皆様が、満足できるようなプレイスタイル、それぞれに応じた商品というのを、しっかり展開しているということが売りになっています。ですのでですね、いろんなプレイスタイルに応じた、素晴らしい機能を搭載したシューズが、ありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。お、ぴったりですね。はいはい、いつも20秒で喋ることをやったりとかしてるわけではなく、はいはいはい、じゃあ、で、すごく端的にまとめていただいたという形なんですけれども、はい、じゃあねほりはほりさらにやっていきたいと思います、はい、じゃあ自分このカメラを向かいながらやっていきますが、はい、どの辺からいきましょうか。はいはい、これ以外にいろいろあるんですよね、まだね、はいはいはい、どこから行っていただいても結構なんですけど、はい、さあどうしましょう。はい、最初これからいい、ね、はいはい、いいですよ。あ、はい、じゃあ、はい、先ほどそのユーザー、いろんなそのタイプのユーザーに向けて、はい、ということがあるんですけど、まずアシックスさんとして、はい、あるカテゴリートップラインにこれと、その下にこれというのを、はい、ちょっとそこだけ先にご紹介いただいていいですか。はい、はい、そうですね、3つのプレースタイルに応じた商品を展開してまして、はい、まず1つは、安定性に特化した、モデルになってます。これは、はい、横の動きですね、ベースラインでしっかりこうラリーをして、ラリーを制するような、プレーを得意とするプレイヤーに向けた横の動きに対して、安定性を発揮するモデルというのがまず一つ、はい、その商品名が、ゲルレゾリューション9、今回お話しさせていただくゲル、はい、それがこちらですね、はいはいはい、というのがまず一つです、はい、そして、縦の動きですね、ベースラインから、前に向かう動きを得意とする、スピードモデルというのがあります。それは、軽量性、そして、より機動力を高めるような機能を搭載したシューズというのがスピードモデルとしてあります。そのモデルが、ゲル、
ソリューションスピードです。ソリューションスピードですね。はい、はい、で最後はですね、その両立したモデルというのがありまして、安定性とスピード、うん、両立したモデルというのが今回ご紹介する、コート FF3 になります。コート FF ということですね、はい、なので、まあ、安定性モデルと機動性モデルと、その両方いいところを取ったものがあるということ で、はい、まあ、皆様がどういうプレイスタイルを目指すかというところですよね。はい、そうです。それって必ずしもベースライナーだから、うん、例えばスピードがダメじゃなくて、はい、どの動きを取るかということですよね、はい、プレースタイルというよりはどうなんでしょう、何をできるようになりたいかという感じですかね、うん、はいはい、そんな中で、今回、リニューアルするモデルというのが、笠原さんからお願いします、ね、はい、まずゲルレゾリューションの、9ってモデル、はい、安定性モデルと言われている、はい、レゾリューションの新作、はいはい、それとあと、コート FF3 ですね、はい、はい、両方いいところを取ったバージョンというところですよね、はい、そこで、聞いていくのがここですかね、はい、あ、そうですね、はいはい、じゃあどうぞお願いします、はい、さあ皆さんも聞きたいと思うんですけど、今回リニューアルされた、レゾリューションの9とコート FF3 の前作との違いを分かりやすく、ご説明いただければありがたいです。はい、はいはい、分かりました、はい、そしたらまずそうですね、レゾリューションの方から、はい、お願いします、いただきたいと思います。はい、こちらが、これまでの商品で、こちらが新しい商品となってまして、大きな違いは、まずですね、このレゾリューション9の代名詞であるこうダイナウォールというのが、この横にお持ちしましょうか。あ、大丈夫ですか。はい、はい、すみません。横に搭載されています、うん、これを搭載することによって横の動きをしっかり止めて、それを推進力に変えるというような働きかけをしますけれども、今回はこのダイナウォールという面積をですね、非常に多く取っているというのがありまして、この青い部分ですね、こちらだと。そうです。要はこれは、ここからここまでのパーツのことをおっしゃっているということですね。そうです、はいはい、それがかなり大きく面積を取る。そうですね、見た目でもだいぶ違う気はしますね、うん、はい、ですのでより横の動きに対して安定性を発揮するような機能というのが、実現できるという形になっています。でさらにですね、こうぐるっと回っていただいて、はい、このヒールカウンターの部分もですね、はい、このダイナウォールと連動して止める、うん、内側もしっかり止めていくということが実現できますので、うん、本当にですね、前作も非常に安定性あったんですけども、うん、より安定性が出せるような機能が、アップデートされているというのが大きなポイントになっています。なんかこの外側の青いパーツがこのヒールカウンターから内側にかけてもこう支えているというところですね。そうです、はいはい、はい、それが一つです。でもこれ繋がってるんですか、このヒールカウンターとここは。そうです、連動、ですね、分かれてはいるんですけど、はい、パーツとしては分かれてるけれども、はい、横の動きをした時に連動して止めるという作用を、はい、発揮するというところでございます、はい、形状的には分かれてます、うん、はい、というのがまず一つ目です、はい、でもう一つがですね、このアウターソール、そこですね、はい、がですね、一枚ものにはなってるんですけども、はい、この新しい方はですね、分割されてます。なるほど、はい、はい、ヒールの部分からですね、こう分割される形に、青と黒に分かれてるんですね。あ、そうですね、はい、はい、そこが分かれてます、はい、でこれはですね、より、横の動きをした時に地面を捉える面積っていうのが、うん、分かれることによって広く取れるようになってます。そうすることによってよりグッとこう力を入れやすい、止まりやすいというようなことができますので、よりこう柔らかくなっているというのが前作との違いになってまして、うん、先ほどのダイナボールと同じように止める力というのも分けることによってより発揮できる構造になっている。なるほど。要はここで屈曲しやすいということですよね。そうです、はい、なので、こう滑って止まるよりはこうなるということですよね。あ、そうです、はい、なので止まりやすいということ、はい、縦に屈曲するというのは私はあまり見た覚えがないですけど、はい、僕も手術で初めて。初めてですよね、はい、初めてです。よくね、こう我々はありますよね、うん、足ってこう動くからっていうのがあるんですけど、はい、縦に、グルーブが入っていることによってのこう分かれてすごいですね、はい、でもお聞きすると、あ、なんとなく止まりやすそうな雰囲気は。そうですね、ですよね、はい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 、はい、そして最後はですね、このアッパーの部分ですね、はい、PU ポリウレタンで、覆われている、部分になるんですけども、今回はですね、よりこう甲にフィットするように 3D でしっかりと計測された、マッピングというのを施しておりまして、前作もそこにかなりこだわりを持って作ってはいるんですけども、今回さらに、研究を重ねて検証した結果、さらに足にフィットするような構造というのを、ここに搭載しておりますので、履いていただくと本当に甲に吸い付くような感覚というのが生まれる、それが、アップデートのポイントになります。触っていいですか。どうぞ。
いやそんな気はちょっとした、はい、見受けた時点であのこちらが悪いわけではなくて、はい、ちょっとこう波打ってるじゃないですか、はい、でそういうのがないじゃないですか、まあ、これ髪の加減かいっていうのもあるかもしれないですけど、はい、でもこう触っただけでもちょっとだから、フィットするちょっとタイトではないですか。どうも、あ、まあ、ないです、まあ、ないんですね、はいはい、なるほど。でもこういうのをお聞きするとちょっと重くなっちゃってるなっていう気がするんですよ、はい、その辺、はい、実際ですねあの重量でいうと、27センチ相当で、15グラムほど軽くなっております。軽くなってる、軽量性も、はい、あの出てます、はいはい、それはどこでどう調整さまざまなところがあるんですけども、まあ、あの使用しているこうアウターソールの材料だったり、うん、まあ、このアッパーの形状もですね、うん、あのまあ、よりこう、重くならない素材の面積っていうのを増やしていることによって、まあ、アッパーとこのアウターソールの部分の、軽量化というのを合わせて、まあ、約10から15グラムほど、軽量化になったというと。15結構でかいですね。いやでかいですね、はい、それはあの皆さんにとっても恩恵がありつつ、先ほどおっしゃったその止まりやすいというところ、はいはい、なるほど。何かありますか他に。あの今ちょっと聞いてて、ここが分立型、分立ソールになってるっておっしゃってたんですけど、うんうん、まあ、普通の人が考えるとこっちの方が安定しなそうなイメージがちょっとあるんですけど、その点はどうですか。まあ、ここもですね、はい、あの当社の方のスポーツ工学研究所の方で、何度も検証の方を重ねて、はい、数値的にもですね、あのそれがいい結果で、はい、出てるということがあの証明されてますので、はい、なるほど、よりこう地面を広く捉えることができる、より止まりやすい、次の動きに移行しやすいという、はい、形状にはなってます。なんかこうレゾリューションって、まあ、とにかくこのシャンクが、はい、まあ、シャーシ、はい、あの要は靴でいう背骨の部分がしっかりしてるっていうイメージがあったんですけど、うん、あのそれはこの中にそのシャーシーというのは入ってるんですよね。基本的にはそこはキープはしてます、ですよね、はい、まあ、見えてないだけでというところですよね、はいはい、だからなんか縦にね割れるってなるとだからちょっとその辺は不安になるかもしれないけど、はい、そこは大丈夫というところですね、うん、はいはい、あとありますかこの靴に関して。あの何癖つけないようにしてください。あ、はいはい、あともう一個あの昔から結構この星型のつま先のこれを特徴的で結構この曲げやすいとか、はい、それをすごく売りにしてたんですけど今回全くないじゃないですか、はい、その点の柔軟性はどうなんですか、ね、あ、はい、そちらもですねあの、まあ、形状は違うんですけども前作よりもよりそういったところの機能が発揮できるような構造っていうふうになっているので、はい、あの柔軟した時に本当に触れてくるんですか足をこう曲げた時のフィット感っていうのがさらに高まっていることが履いていただくと分かるかなというふうに思うのでそこもぜひ履いて体感いただければというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、じゃあ続いてどの辺行きますか。こっちに行きましょうか、はい、じゃあ行きましょう、はいはい、じゃあ次、コート FF3 の方、はいはい、お願いします。はい、はい、こちらが前作のモデルでこちらが新作になりますけども、まあ約4年ほどかけてですねあの長期開発の方をしてようやく、生まれ変わることができたという商品なんですけども4年ぶりの新作ということで、そうです、合ってますか、はい、引っ張りましたね、はいはい、あの本当にこだわりを持ってですね、はい、あのようやく実現できたというところでありまして、はい、あのこちらの商品はノバク・ジョコビッチ選手と共同開発されたモデルになりまして、うん、本当にですねゲームを支配するようなできるようなシューズっていうのを、まあ、求めてですね開発の方が進められました。でそれはどういうことかといいますと、非常にですね高速になっているテニスにしっかりと対応できるようなシューズということでより素早く、どんな動きにも対応できるというようなシューズになっています。で前作との大きな違いとしましてはこれもですね、このアウターソールの部分に、ポイントがありまして、ここのですねヒールの部分が分割されてます。あの先ほどのレゾリューションもですね、うん、こちらを、開発している時の、この分割型のソールがいいんじゃないかというところから着想を得てるんですけども、これをですね分割することによってですね、うん、先ほどの話と同じですけども、うん、よりこう地面を捉える力というのが、うん、増した、ということになっておりますので、ここが一番大きなポイントになるかなと思います、はい、あれですよね、あのこういう一枚ものだとやっぱり安定感がすごく出る特徴があって、はい、今回はこの、縦にグルーブが入っている、はい、でこちらのはもともと前後の動きやすさも考えているからもともとセパレートされている中でさらにヒールの部分だけが縦に分割されたというところの変化というところですね、はい、そうです、はい、それがまず大きなポイントになっています、うん、そしてこの真ん中の部分に、はい、
ツイストラスという、まあ、当社 の、 あの独自機能というのがついて、はい、まあ、要はねじれをこうしっかりとこうサポートするような機能ですけども、こちらもですね、あの分割をしてまして 前作はですね、こう一体化したツイストラスがこの収束部の方に配置されてるんですけども、ね、こちらの黒い部分は全て一体型のパーツであると。そうです。でこちらはこの分割をしてます、はいはい、これも、分割することによって柔らかいものと硬いものが組み合わさる、それがこうねじれた時によりこう反発性を生むっていうような機能を持ちますので、本当にですね素早く動けるようなアップデートをしたというところが2つ目のポイントになるかなと思います。なるほど。まあね、靴ってこう私もついついこうやりたがるなってくるんですけど、あの機動性モデルであればあるほどこれって柔らかくなるのを、2つのパーツを使うことによって、強靭さを出すというところですよね。はい、はいというところが2つ目 で、うん、で最後3つ目のポイントがこちらもこのアッパーの部分ですね。でアッパーの部分がこれもあの PU であのポリウレタンの、素材で覆われているんですけども、これもですね 3D の、まあ、マッピングの方をしたあの、形状の方を搭載してますので、あのよりこれも足の甲にですね、フィットする、ような、アップデートをしています。そして、このコート FF3 に関しては、あの唯一このモノソック構造というのを、採用してまして、こう、まあ、本当に足入れた時にこう足に吸い付くような、感覚が生まれるようなこのモノソック構造というのを、で前作もそうだったんですけども、今回ですね、このモノソックの構造にあのすごく こだわりを持ってですね、足当たりがいい、違和感がない、そういった、まあ、構造の方を、採用してますので、よりこう違和感なく、履いていただけるようになっています。でとにかくこのアッパーが変わったことによってですね、もう本当にもう足全体がこう包み込まれるような感覚というのが生まれる、ようになっています。なるほど。要はこのシューターの部分が、通常こういう、まあ、セパレートっていうんですかね、はい、中の、このかかと周りからの、生地とこちら一体化になっていると、それによって履いた時にフィット感が高いというところですよね、うん、はい、はい、今なんかこういう形っていうのは結構主流になってきてるんですね。徐々に増えてますね、うん、はい、一体感が高いということですよね、はい、はい、でお聞きしたいことありますか。聞いてあのそれ、はいはいはい、さっき4年ぶりの発売っていう形で、うん、はい、多分僕の記憶だとちょうど、今年の1月2月ぐらいに多分発売する予定だったモデルなんですけど、はい、なぜそこが延期になったか、22年度の年始に出るはずだったとご理解されていたのが、はいはい、まあ、あれよあれよというか約1年ぐらいというところですね、はいはい、そうですね、まあ、このコート FF3 に関してはアシックスのテニスのシューズの中では一番トップのモデルになってまして、本当にですね、まあ、こだわりを持って開発されている、モデルになりまして、まあ2年前もですね、まあ、今年に出る予定だったんですけども、まあ、かなり完成度高いところまで来てたんですけども、よりやっぱり細かいところを追求して本当にもう上位機種としてもう本当にみんなが納得できるようなシューズっていうのを求めてたっていうところがありまして、少し今年の段階では 100% でなかったというのが、事実でございまして、まあ、それをもう延期してでも追求したかった、でそれを実現したかっていうとしたかったというところで少し時間がかかってしまったというのがありますので、今回お出しできるこのシューズに関してはもう 100% 満足できる、我々が満足できる、お客様も満足できるような、形になっているというところで、そういった事情がありまして、はい、こだわりにこだわったと。待った甲斐もあり、待たせた甲斐もありというところですよね、はいはい、なるほど。大丈夫ですか、納得されましたですか、はい、ジョコビッチ選手もあれですかね、もう大満足で、はい、100%。彼は例えば私すいませんこれ変な話なんですけど、レゾリューションって最強だと思ってたんですね、はい、で彼はこれを試してはいるわけですよね、最初の頃に。そうですね、やっぱりこれだとやっぱりちょっと今度は機動性がっていう話にやっぱりなったんですかね。そうですね、やっぱ彼のプレイスタイルからもですね、やっぱりこうもう少し前の動きっていうのも、まあ、彼は大事にするところがありますので、まあ、そういった意味でも、本当に今両立したモデルっていうのが求められているところがありました、はい、なるほど、はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、じゃあさらにお聞きしたいんですけど、今その、発売をのタイミングを見送ってまでこだわり抜いたっていうところでいくと、アシックスさんとしてですよ、アシックスとしてベストなそのテニスシューズってどういうものだとお考えがあるのかなっ
ていうのをちょっとお聞きできればなと、はい、そうですね、やはり本当に全てのプレイヤーの皆様が安全で安心で快適にテニスを楽しんでもらえるということが大前提かなというふうに思ってますので、そこは一つ外せないところかなというふうに思ってます、うん、そして、まあ、特にこうトッププレイヤー、の皆様に対しては本当により一歩が早くですとか、うんうん、よりこう、安定した機能を発揮するとか、そういったこう体をサポートするっていうところもすごく大事かなというふうに思ってますので、そこもすごく重要視しているところであります、はい、ですので本当に幅広い皆様に、満足していただける商品、そして、まあ、体も負担なく、テニスを楽しんでいただけるというのが、負担もなく、そしてパフォーマンスも一つ上げていけるようなっていうところのシューズを、はい、まあ、毎回ということですよね、はい、まあ、どんどんその使用者ユーザーとしてはその望むものが多くなってくるので、それをまあ毎年というか、アップデートしていかなきゃいけないっていうところですよね。そうです、はい、分かりました。どうでしょう、はい、どうぞどうぞ。あ、どうです、はい、はい、どうしましょう。じゃあどの辺行きましょう。この辺行きますか。あ、はい、そうですね、はい、はい、そうですね、はい、じゃいいですか、はい、はい、どうぞお願いします。まあ、結構皆さん結構最近気にされることが足幅を結構気にされる方が多くて、その幅的なものはそのモデル的に例えば、まあ、2E3E、はい、っていう形で教えていただければ。はい、はい、ありがとうございます。コート FF の方はですね、スタンダードモデル、2E 相当ですね、本当に日本人に一番多い足の形の、幅のモデルというのを採用させていただいております。一方でレゾリューションの方はですね、スタンダードモデル 2E 相当のスタンダードモデルに加えてワイドモデルというのをラインナップしておりまして、 3E 相当の足の方にもフィットできるような展開をしています。はい、そこがちょっとこう違うところかなと思います。なるほど。 FF は1WISE、はい、2E、はい、レゾリューションは 2WISE の 2E3、はい、ということですね。そうです。ちょっと聞いていいですか。はい、まあ、これ日本のマーケットって私もずっと不思議だなと思うんですけど、 4E がすごく売れてるっていうマーケットじゃないですか。そうですね、実際としてですね、現実としてそういう状況がある。 でもこれってテニスと、まあ、どっちかというとバドミントンぐらいの特殊なこのマーケットで、それ以外の競技ってもっと狭いのが普通じゃないですか。もっと言えばサッカーなんて D とか E とかのものが多いのに、この辺ってどう捉えられてます？なんか不思議だなって思われてるか、いやちょっと警鐘を鳴らさないといけないなとか、どう思われてます？そうですね、やはりこう本当に足に合ったシューズというのを選んでいただきたいという思いが非常に強いです、うん、で、アシックスではですね、実際4ウィズ展開としてまして、うんうん、本当にナローっていう細いモデルから、うん、エクストラワイドで 4E まであるんですけども、うん、テニスでは、まあ、3ビーズ展開というふうにしてまして、うんうん、まあ、実際ですね、測っていただくと、まあ、2E の方とか細い方っていうのが、うん、まあ、日本人特に多いかなというふうには思うんですけども、うんうんうん、やっぱりこうテニスを楽しんでいただく上で、まあ、いろんなテニスプレーヤーの方いらっしゃいますので、うん、やっぱりこう足に違和感なく、うん、ずっと履いてもこう、まあ、足にこう負担がかからない、うん、すなわち若干こう幅を広めで測れる方っていうのが、うん、まあ、多い傾向にあるのかなというふうに捉えてます、うんうんうん、ただ、本当にですね、実際自分の足をですね、知っていただいて測っていただいて、正しい、足幅のシューズを選んでいただけるかっていうところは、うん、すごくポイントかなというふうに思うので、うんうん、本当に笠原さんにもご協力いただいて、正しい、幅のものを選んでいただくっていうふうにしていただきたいなというふうに思っています。なるほどですね、まあ、もちろん 4Eの方が 4E 選ばれるのはこれ当然のことなので、そうですね、はい、ただいろんな調査とか、いろんな他のスポーツと比べるとテニスの場合は 4E がちょっとこう、うん、締めてしまっている、ね、なので皆様にもぜひ 4E がダメじゃなくって、こちらウィンザーの、ね、渋谷店など笠原さんが皆さんの足のサイズを測っていただける、ワイズも測っていただけるのでということを考えたら非常に重要ということで、はい、しっかり計測してってことをやっぱりメーカーとしてもおっしゃりたいというところですよね。はい、正しい幅のシューズを選んでいただきたいなという思いは非常に強いです、はい、でも私も前職シューズやってたことあるんで、まあ、簡単に言うと日本で売り上げだけ考えたらですよ、やらしい話、もう幅広を出しとければ、うん、でワイドって言えば売れていくようなマーケットに対してはちょっと何か不安感もあったりしたので、はい、そんなことを聞きちゃいました。はい、じゃあ行きましょうか、はいはい、そのちょっとウィズの話で、はい、今メンズはレゾリューションのレギュラーワイドで、ユニでユニセックスでプレステージのレギュラーエクストラワイドで、レディースに関しては
ワイド展開っていうのはないんですか。今回ですね、はい、あのレゾリューション9では、ワイド、モデルの方もですね展開を、オールコート用ではさせていただく予定になってますので、女性がねワイドっていう方特に多いですよね。多いですね、やっぱ外反母趾とか、ね、はい、内反小趾、はいはい、いや外反母趾で広いもの履いたらどんどん広くなっちゃいますよね。はい、広くなります。あ、要はひどくなっちゃう、はいはい、外反母趾がの方がサンダル履いてずっと歩いたら外反母趾もっと進行しちゃうっていうのも一緒で、はいはい、その辺をね笠原さんのあれでね、はい、測っていただいてというところで、はい、持っていきたいんですけども、はいはいはい、じゃないとテニスね人口がなくなっちゃうと困っちゃいますからね。さあどうでしょう、はい、水に関してはその他ありますか。水はもう大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はい、じゃあどうしましょうか、はい、これね私思ったんですけど、はい、いいですか、はい、ヒールドロップってあの FF レゾリューションそれからスピードというところでこうなんかこだわりってあるんですか。そうですね、はい、あのございます、はい、でやっぱりそのスピードモデルにつきましては若干高低差を高くしております、うん、そうすることによってやっぱ前の動きが出しやすい。なるほど、うん、そういうとスピードが最もヒールドロップが高いというか、はい、差が大きいと考えていいんですかね、はいはい、というところでこう前の動きが出やすい、うん、で反対にですねこう横の動きを重視した、うん、スタビリティモデルの安定性に特化したモデルに関しては、あまり高低差をなくして、はいはい、横の動きに対応できるようなこうドロップさんにしているというところが、あります。ということは履いたらやっぱりその感覚は違うということですよね、はい、どちらかというと、レゾリューションより FF FF よりスピードの方がこうちょっとこう前傾姿勢になるような作りを採用されている。はい、それ聞きたかったです。あ、何ミリかまでは聞きたいところもあるんですけどそこは置いといてというところでいきたいと思うんですけど、はい、どうしましょう。 あと、はい、ちょっとクッションのことでクッション、はい、アシックスってやっぱゲルで、はい、最近やっぱ結構フライトフォームっていうものを結構打ち出してて、ちょっとゲルとフライトフォームの違い、はい、プラス、ね、モデルに応じてちょっと入ってる箇所が違うので、うんうんうん、そこをちょっとご説明していただけると、うん、はい、はい、そうですね、あの今回の、レゾリューション9には、はい、前とですね、はい、後ろのかかとの部分に、はい、あのジェルの方が、はい、搭載されています。でこちらの高低差に関しては、はい、あの前の部分に、ジェルが中に搭載してまして、まあ、基本的にはあの、まあ、クッションです。衝撃干渉と言われる、こうクッションの役目をします。そして、フライトフォームというのは、主にですねこのミッドソールと呼ばれるこの、まあ、白い部分ですね、そうですね、はい、に搭載してまして、まあ、本当に軽くで反発性があってクッション性があるという、まあ、アシックス独自の、素材になってまして、まあ、そういったものを今回、搭載しているというところがあります、まあ、実際、まあ、あの役目の方がちょっと違う形にはなるんですけども、まあ、フライトフォームの方は、まあ、こうアウターソールと呼ばれるその白い部分にこう大きく使ってですね、本当に今足と地面の、まあ、本当に、まあ、間に入ってクッションする、それから反発性でスピード力を高めるといったような、機能を発揮するというのがあります。でゲルの方は、まあ、そういったですね、いわゆるこう履きやすさ、足なじみの良さっていうのを足の裏で体感いただけるようなところに、影響を及ぼすような機能になっています。そういった違いが あるかなというふうに思います。はい、そのジェルっていうのは、まあ、こちらは前足部だけ、こちらは後足部と前足部両方に入っているということで、はい、なのでこちらの方がどちらかっていうとこう、まあ、先ほどのヒールドロップの関係性もある気がするんですよ、はい、あの要は、高低差が少ないということはかかと部分が低いでしょうから、はい、っていうことはフォームの量もやっぱり違うということでしょうね。あ、そうですね、はい、こちらの方が少し多めに使っていて、はい、そうです、かかとの高さを出すから前足部のジェルが必要だと、はい、でこちらは逆にかかとにも必要だという考え方ですよね、はい、なるほどな、すっげえ面白くなってきましたよ、はい、だんだん、はい、このフォームのコードっていうのはこの FF とレゾリューション一緒ですか。もうフォームだから一緒ですね。同じです、はい、フライトフォームという同じものを使っているからということですね、はい、なるほど。ちなみにアウトソールのコードって変えてるんですか。まあそうですね、アウターソールのコード自体はあの変わってはないですね、はい、同じラバーの状態ということですよね。そうですね、はい、はいね、これ柔らかくすればするほど止まりやすくなるじゃないですか、はい、止まりやすいけど今度摩耗が早くなっちゃう、そのバランス取るのが大変だったりするので、はい、どうなのかなとか思ってました。なんか僕がその情報盗んで作るわけじゃないですよね、はい、知りたくなっちゃうというか、はいはい、なるほど。そしてこれ一回こう分断させていただいたこともあったりしたので、あ、なるほど、すごい興味があるんですよね、はいはい、そう、あ、僕サイズのこと聞いていいですか。あ、どうぞ、はい、あのよくですねこれあのシューズの根本派の時聞くんですけど、あのシューズのサイズって実寸プラス
ワンサイズ上ですよっていう方ってたまにいるじゃないですか。要は私だと25なのに、お店で、勧められるとしないの、水田さんじゃないですよ、はい、ワンサイズ上がいいんじゃないですか言われることがたまよくあるじゃないですか、はい、子供の靴なんかも、はい、ことってどう思われるのかなって聞きたかったんです、はい、っていうのが25って25の方用に作ってるわけじゃないですか、はい、でも25の方が買うのは26とか 5.5 とか買っちゃうじゃないですか、はい、でもソックライナー引っこ抜いてサイズ測れば25に入っているのって 25.5 とか 5.7 とかあるじゃないですか、はい、この辺っていうのがなんか不思議な気がしていて、足利さんとその辺どう捉えられてるかなと思って。そうですね、いろんな足の形状がありますので、うん、やっぱりこう我々が作ってるその、まあ、スタンダードなサイズとはちょっとこう足の形が、うん、異なる方っていうのがいらっしゃるのかなっていうふうに思うので、まあ、必ずしも 25.5 のサイズで、まあ、足が25の方がマッチするということにはならないのかなっていうふうには思ってます。あとはそのやっぱりプレーした時のことを考えると、本当にこの足の、特に前足部のところに若干の余裕がないと、やっぱりこうプレーした時こう動いた時にこう、足の中でこう動いた時にこうぴったりすぎると、足をこう傷つけてしまうとか、うん、ストレスになってしまうというところもありますので、やっぱり少しのゆとりというのが非常にやっぱりスポーツをする上では大事になってくるかなというふうに思うので、そういった意味でも若干のこうゆとりを持たせた、靴選びというのが大事になってくるかなというふうに。ということは、例えば25の靴っていうのは実際中の空間でいけば25以上にある 5.5 とか 5.7 とか、まあ、ソックライナー抜いちゃうとそのサイズが、はい、その時点で5の人間が5を履けばゆとりはあるはずという考え方じゃないですか。そうですね、はい、ただそれが人の足の形状によってはそれじゃまだ賄えないかもしれないっていうのがあるので、はい、やっぱり履いてみてっていうことになるんですかね。そうですね、やっぱり靴下などもやっぱり影響してきますので、うん、厚みですよね、うん、なのでそういった意味も含めると、まあ、実際やっぱり足を入れていただいて、うん、きっちりとしたサイズを、うん測っていただいた上で選んでいただくというのは、うん、いいかなと思います、はい、ちなみに笠原さんソックスって分厚いのと薄いのどっちがいいと思う、はい、いや両方ともいいと思います、うん、やっぱ足の状態とか、うん、やっぱその例えば新しい靴を履くのか、うん、履いてる靴も全然やっぱ変わってくるので、なるほどですね、はい、どっちでもいいと思います、はいはい、そこはお好みでというところですね、はい、わ、はいはい、かりました。さらにじゃあどうしましょうか。いいですか、はい、どうぞどうぞ。ちょっとお借りしていいですか。持ってましょうね、はいはい、僕結構レゾリューションを愛用してて、まあ、8も履いてるんですけど、やっぱグリップ性すごく他社に比べてすごくいいと思うんですよ。はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、こういう職業なんで、すごく前に出てた6のモデルに似てるなっていうのがあって、アウトソールの作りが、うん、はい、それは、まあ、オムニテリーンってモデル、オムニ専用のモデルがあったと思うんですけど、そこからここのアウトソールオムニテリーンってやつ、はい、あ、専用の、はい、そこからこのソールってできてるんですかね。基本的には過去の、知見から得た一番ベストなものっていうのを今回も搭載しているのがある、はい、ありますので、はい、はい、ですか、はい、そうなんですよね。なんかアシクさん の、 そのオミテレインって昔もう今ないんですね。ないですね、廃盤ですね、はい、すごい人気があったシューズ、はい、でシューズはそのアウトソールのこのドットが一本一本のこの角度が計算されて作られてるっていう、いくらかかってんだろうなと思ってましたね。アウトソール1枚作るのにっていうのがあったんですけど、なるほどですね。じゃあそこからの、なんていうんですかね、知的財産もここに生きているというところですね。そうですね、もちろんそこから時間も経ってますので、当然研究の方も検証の方もした上で、まあ、ベストなものっていうのを年々アップデートさせながら、いやこれいつも思うんですけど、こうドットがでかいの小さくなるじゃないですか、はい、これによって高度って変わってくるじゃないですか、うん、で高度がこう小さくなれば柔らかくなるので、はい、より止まりやすくなるっていうのがこの辺にこうなってんだよなって思います、うん、本当に、はい、いや私これも本当に好きだった。あ、なるほど、はい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 、そうなんですよ。でもう一個聞きたかったのが、さっきウィズの話になりました。で、2パターン3パターンあるということなんですけど、例えばレゾリューションだと3パターンあるとおっしゃいましたよね。あ、レゾは2ですね。2ですね、はい、その2の場合のそれって足幅で見られてるのか、ソックイで見られてるのか、はい、足草はどちらに見られるんですか。はい、両方とも見てまして、はい、でレゾリューションの場合は、この足の周りですね。周りですね、はい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 、で、ワイドとスタンダードで、違いを出してます。ということはアウトソールの幅は一緒ですか。同じです。なるほど、はい、じゃあ
上に持ってるってことですよね。そうです、はいはい、ただ2サイズ分だからっていうのは、これが例えば3つあるものってありましたっけ。今ないですね。今ないでした、はいはい、エクストラワイドを展開しているモデルがありまして、それはあのプレステージライト 4OC といって、それはまあ2ビズ展開なんですけども、エクストラワイドについてはこの幅自体も変えていると。あ、よかった。よくあるじゃないですか、あのそれをなんとなく裏のあれなんですけど、やっぱりこのアウトソールの形状を変えるのって大変じゃないですか、メーカーとして、まあ、金型から作らなきゃいけない、でもいろいろワイズを用意しなきゃいけない、だからこの上だけ大きくしときゃいいやっていうメーカーさんもやっぱりあったりしたんですよね、過去にね、うん、それがやっぱり考えられてるっていうのはそれと違うなっていうのは、はいはい、そうですね、はい、はい、他行きましょうか。大丈夫ですか。他はちょっと最近気になったのが一つあって、はい、紐の形状が多分以前まではオーバーホールって言って丸い形の紐なんですけど、今だと全部結構フラットでシューレースを使ってるんですけど、これって、はい、あのどう違うか。前からレゾリューションは平紐ですよね。いや、レゾはオーバーです。オーバー、オーバー使ってます。オーバル、あのダイヤのものですね。そうです、そうです、そうです、はいはい、はい、でフラットのやつは多分その専用シューズ以外あんまなかったんですよ。なるほど、はい、そうですね、まあ、これもですね、あのやっぱり、ほどけやすさとかやっぱりこう締めた時の感覚っていうのが、うん、やっぱり形状によって異なりまして、まあ、今回の、コート FF もレゾもやっぱりこうお客様が一番こう望む形っていうのを今回追求した結果、今回こういった形のものを採用させていただくことになって、まあ、具体的にはですね、やっぱりこうほどけにくい、そして縛った時のこう違和感っていうのが極力なくなるような形状っていうのを今回採用しているというようなポイントになっています、うん、はい、やっぱり平紐の方がほどけやすく、また、緩みづらいっていう特徴がありますもんね。だからやっぱりここって調整、唯一の調整器具なので、はいはい、っていうところでは履いた時のその感覚が長持ちするのも平紐なんじゃないかなっていうところでは、やっぱりその辺を考えられてるかなっていう気がしますよね。よくね、オーバル多いですよね。多いです、多いです、ね、やっぱりおしゃれなんですかね。あ、多分そうですね、はい、絶対平紐の方がいいと思うんですけどね、はい、はい、はい、どうでしょう、他に。もう満足になりました。はい、あの、お腹いっぱいですか。お腹いっぱいになりました。もういっぱいですか、はい、本当ですか、はい、なるほどですね。この辺のことは良かったんですかね。あ、これはちょっと聞きたいですね、はい、大丈夫ですね。あ、じゃあ、どうぞ、どうぞ。まだあのパスが出てないんで、はい、そろそろ出るかなっていう感じで、一応ジョコビッチ選手が一応これを履くじゃないですか、はい、FF ね、FF です、はい、はい、これは、実際ちょっともしかして映ってないと言われたんですよ。ちょっと開けてもらっちゃっていいですか。こちらのカラーを履くということですね、はい、はい、これオーストラリアオープンの時に履くカラーなんですけど、はい、す今度のそうです、はい、これ実際ジョコビッチ選手は市販のものを履いてますか。履いてますかっていう。あの、お店で売られてるものと全く同じものということですか。あ、まあ、はい、はい、ですね、ジョコビッチ選手に関しては、はい、少しこうスペシャルな、まあ、加工そして仕様にさせていただいて、そうですよ、まあ、当然あの足型もやっぱりこう、うん、あの彼独特の足型っていうのがありますので、うん、まあ、それをちゃんと、うん、あの反映させたモデルっていうのも、うん、作ってですね、要は彼はこの市販モデルの形を足に合わせてるだけで機能とかもちろんそうです、そこは一緒なんですよ、ね、もちろんそうです、だから前回よりもアップグレードして、なんで笑ってもらうんですか。あの、前回よりもアップグレードした機能というのは彼も認めて一緒に作ってるわけですから、ただ足型っていうのがやっぱり合わせなきゃいけないというのがあって、うん、あの皆さんもカスタマイズ の、インソールソックライナーされるのと一緒のことだと思うんで、はい、はい、そこは笠原さん突っ込んじゃいけない、はい、機能というかこのアップグレードしたところは一緒なわけですからね、はい、それは皆さんこれで体感いただけるわけです、うん、そうです、はい、あのプレーですよ。そうですね、はい、また優勝しちゃいましたから、ね、あ、そうですね、鉄もないなっていう、はいはい、そんな彼の足元を支えているというところですね、はい、はい、今後の展望とかちょっとお聞きしたいんですけど、今後このどうしてもあれを出させたいわけじゃないんですけど、はい、次はどういう展開をそのシューズとしてお考えなのかなって、はい、今回このレゾリューションと FF が新しくなりました、はいはい、そうですね、やっぱり例えばトップアスリートの方もそうですし、うん、あの本当に週に1回、1ヶ月に1回そのテニスを楽しむ方もそうですけど、やっぱりこう
本当に履いていただいてこう、まあ、驚きがある感動がある、まあ、そういったシューズの方を展開していきたいなという思いが非常に強いです。で特に、まあ、今回ご紹介させてもらったコード FF やレゾリューションに関しては本当にもうトップアスリートの方が履いていただける商品になってますので本当にトップアスリートの方がですね、まあ、勝てるシューズそして、まあ、体に負担なく、長くテニスを続けられるようなシューズっていうのをこれから目指してさらにいい商品っていうのを作っていきたいなという、思いで進んでいます。今日聞いて本当好きになっちゃいます、ね、あそうですね、はい、本当にアシックスというブランドがというところでは、はい、ぜひ皆さん注目いただきたいなというところであるんですがもう聞くこと大丈夫ですか、はい、大丈夫ですねお腹いっぱいですね、はい、大丈夫です、はい、言いながらさっき食べましたから、ねはいはい、すでは最後にですね、こちらのカメラに向かいまして今回新作になりますそうですね、レゾリューションと FF を持っていただきましてこれ色似ちゃってますけど、はい、大丈夫ですかねこっちですか、はい、ジョコビッチはい、はい、そうですねでこの2つの PR をですねこちらのカメラに向かって20秒で、はい、この PR によって何足売れるかが変わってきますので、はい、こちらのカメラに向かってお願いできればと思いますではお願いしますはい、こちらのゲルレゾリューション9、安定性が、高いレベルで発揮できるシューズになってますそして安定性のみならずスピードにも、特化した、この両立したモデルコート FF というのが、出ますぜひですね足を入れていただきたいと思いますので、足を履いていただいて買っていただければ非常にありがたいと思いますよろしくお願いしますあもうなんでこんな完璧なんでしょうっていうところもあるんですけど、はい、1個だけ私ね、はい、注文したいことがあって、はい、スピードあるじゃないですか、はい3ついっぺんに出してくれたらいいなって思うんですあそうですね、はい、3つその安定性モデル機動性モデル入って、はい、FF 入ってどうかなってこうしたいなっていう感ってものすごいありますよ、ねはいまあ、それだけ全てに魅力があるっていうところだと思うんですけども、次のスピードはいつぐらいに変わるんですかね現実計画はしてるんですけども、はいはいはい、ちょっと今の段階ではちょっと明言できないというか、はいそうですね、札出していただいても札を、はいはい、そこはパス出させたいだけっていうところもありますはい、ここは聞かずに楽しみに待ってますというところでございますはい、ということで、今回ねほりはほり取り上げさせていただきましたのはアシックスさんのレゾリューション9と、はい、コート FF3 の3ですねはい、はい、こちら発売の方は、はい今日が情報解禁日ということになると思います、はいはい、発売はいつぐらい予定なんですか、はい2023年の1月の中旬を現在予定しております中旬と、はい、いうことはオーストラリアンオープンに合わせてこのシューズがこう脚光を浴びるぐらいの時からこう出てくるそうですたくさんの選手が履いてますからね全てのモデルねと、はいはい、いうことで、今こちらウィンザーラケットショップでは、予約を募っている、はいはい、あんまり即数あ速数はしっかり取ってま す, あ, す、ねはい、あんまり急がなくても大丈夫です、はい、急がなくて大丈夫なわけじゃないですよね、はい、人気があるといつも、ね、大変になっちゃうので、はいはい、皆様のご予約とご来店をお待ちできればと思っています、はい、よろしいでしょうか、はいはい、では本日のネホハホは、アシックさんの、レゾリューション9とコート FF3 ということでございました、はい、笠田さんありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございますありがとうございますよろしいでしょうかはい、はいお腹いっぱいですか？お腹いっぱいです。はい。はい